10分でできるプルコギ、もとい、豚コギ。それではやっていきましょう。調味料は概要欄から。野菜を切っていく。にんにくをみじん切りにしていく。ニラを切っていく。玉ねぎを切っていく。にんじんを切っていく。長ネギを切っていく。ごま油、にんにく、生姜、残りの野菜もすべて炒めていく。豚バラを炒めていく。日本酒、醤油、塩、コチュジャン、砂糖、追い醤油、白ごまをかけて完成。10分以内ですぐできます。チャンネル登録と高評価をいただけましたら幸いです。